秘境フォトリップ、今日は小樽の秘境青の洞窟に行ってきたいと思います。そして青の洞窟は青く輝く海が広がっているということで、これからボートに乗っていくんですが、すごい大晴天で素敵な写真がたくさん撮れる気がします。それでは行ってきます。アイクが行くよフォトリップ、今回の舞台は小樽。目指すのは大海原に輝く秘境青の洞窟です。アイクの目に映る神秘の世界とは。小樽運河を出発したボートは早くも全速力。すごいスピードが出てきました。うわ、この爽快感半端ない。この風よだれが出ちゃうでも気持ちいい。こんなに晴れて本当に良かった。猛スピードのボートはぐんぐんと沖合へ。早速海岸にそびえる断崖絶壁が見えてきましたよ。小樽海岸国定公園ですね。あの山の景観の美しさと、あと水の綺麗さから道内唯一の海洋公園に指定されておりますね。すごい水が光ってますね、はい、あそこの岩ですか。あそこはね、トド岩って言うんです。トド岩、はい、あれなんだかわかりますか。よくね、みんなペンギンとか言うんですけどね。ペンギンみたいな。あれはね、ウミウですよ。ウミウ、今はあのね、卵を産んでるんです。え、ちょうど産卵の時期なんで。あ、ウミウ、これはカモメです。これは白いのはカモメです沖合の岩場で群れをなす野鳥ウミウ。体長は80センチほど。海に潜り鋭いくちばしで魚を捕らえます。ちなみにこちらがカモメ。アイク、ナイスショット。はい、あそこにクマがいますよ。え、この山のてっぺんのところに。え、え、あの崖ですか。崖というか、そうです、ね、岩、岩がクマの形に。あー、ほんとだ。あの拝んでるような。そうそう、立ってね、海を眺めてる。ほんとだ、面白い。まるで熊が立っているかのような通称熊岩。小樽の海を覗き込んでいます。見て見て、あれ、あの岩なんだろう。なんでなんであんな形になるんだろう。中が空洞になっている不思議な岩を発見。もっと近づいてみよう。わー、すごい。なんか岩をくっつけたような形になってますね。あれは波の浸食でね、はい、穴が開いたんでしょうね。不思議。あれは鶴掛岩って言います。鶴掛岩、はい、あの鍋の持ち手の鶴に似てることから鶴掛岩って言うんですね。海の上に現れた鶴掛岩。何十年何百年とかけて出来上がった自然の神秘です。さっきまでは海が本当に青く透き通ってたんだけど、今ここだとちょっと海の色も変わってきましたよね。そうですね。本当になんか洞窟に近づいてきてるんだなっていう感じがワクワクしてきます。すごい綺麗。北海道よりもこんなに綺麗な、小樽ってこんな綺麗なんですね。知られざる美しい小樽の海。通るエメラルドグリーン。海が鮮やかに輝き始めてからおよそ5分。はい、見えてきましたよ、青の洞窟。あれが青の洞窟ですか。こちらが青の洞窟です。ついにたどり着きました、青の洞窟です。いよいよ入り口にたどり着きました。この線なんですかね、なんか車輪の跡のような。これは地層ですね。地層、はい、面白い。ちょっとなんだろう、ちょっとやっぱ洞窟に近づくにつれて気温が、温度が下がってきた気がします。はい、で上もね、上も大迫力の。あ、すごい、本当に今にでも迫ってきそうな圧倒的な存在感、すごいですね。小樽運河を出発しておよそ40分、待望の青の洞窟に到着。水深10メートルの洞窟に絶妙に光が差し込み青い輝きを放つ、何百年もかけて出来上がったここでしか出会えない神秘の世界です。ちょうど外からの日の光が差し込んで海に反射して見えるのと、なんだこの
煙じゃないけど白いモクモクとした感じがなんか神秘的。シャッターチャンスです。これはアイクがファインダー越しに見つめた青の洞窟、神秘のブルーに囲まれた幻想的な空間。あの洞窟本当に神秘的で感動しました。歴史の地形の変化をこう一瞬に感じられた瞬間でした。そして何よりもエメラルドグリーンに光る海がすごく綺麗で澄んでいていい写真が撮れたので、三好さん、岩ちゃんに満足してもらえたかなって思います。美しい洞窟に出会った感動体験、ちょっぴり冒険チックな旅にお腹を空かせたということで、アイクが向かったのは小樽三角市場。小樽駅の目の前にある三角市場は50年以上の歴史を持つ名物市場。近海で獲れた海の幸が揃う、まさに小樽の台所です。こんにちは。わあすごい、タラバガニ。タラバガニ、わあこんなに大きいんですか。でかいですね。こいつって不思議と茹でるとね、はい、赤くなるんだよね。真っ赤っかになったタラバガニだよ。はい、ちょっと食べてみるかい。あ、え、いいんですか。おいしいの。わわすごい肉厚ですね。うわ、はい、思い切って食べてみてください。どうぞ。このままで大丈夫ですか。このままで美味しいですよ。見てー、お腹空いてたんで。いただきます。どうぞ。うーん、甘い。美味しい。そのままでもすごい美味しいすごい。今せっかく小樽ではホタテも取れてるんです。今無一文なんですけど。無一文、はい、これは困ったな、うん、無一文なんですよね。せっかく綺麗なお姉さんが三角市場に来てくれたっていうことで、また一枚やったー。そうしようかな。柔らかい、肉厚です。いただきます。プリンセス、ホタルを食べて幸せになるでしょ。幸せです。こんな食材が当店の食堂でも実は食べれるんです。鮮魚食堂川島。行っていいですか。じゃあ行ってみますか。はい。じゃあ食べてってください。もう一問だけど。冗談はさておき、せっかくなので今が旬の海の幸をいただきましょう。やってきました、ウニ丼です。じゃーん、見てください、光ってるよ。しかもこのウニ、小樽のウニでエゾバフンウニといって、さっきあの青の洞窟の下にあったあのウニと同じウニなんです。市場の食堂でいただくのは、小樽の海で獲れたウニがたっぷりと盛り付けられた旬のウニ丼。新鮮な獲れたてを食べられるのは今だけ。贅沢。まずはウニからいただきます。すくい上げるように。幸せ。うん、とろける、柔らかい、ソフトクリームみたいに柔らかい。うん、もうなくなっちゃった口の中で。美味しい、これ絶対美味しいじゃん。いただきます。いただきます。うーん、すごい、また味が変わった。ご飯に染み込んでまた甘さが増しました。すごい、今まで食べたウニと全然違う。美味しいものを食べている時が一番幸せそうですね。
青く光り輝く奇跡の洞窟を訪れ、採れたて絶品海の幸を堪能、感動しっぱなしの小樽旅でした。次回もお楽しみに。